あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。ふん、これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の金庫を特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？No。 あ、何の情報を欲しがってるのか分かるのか？ What Elsa called the Fatui one? Are you forget what happened in Mondstadt Fatui?モンドでファデュイの宿女が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。次は衛星港のために不墓黒に行くぞ。あそこはリーユエ港で最も有名な薬庫。どうかしたのか？なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。リア、リアダメにダルダルダルガタルガタル。ではこれで。恐ろしい殺気を感じたぞ。belum kelar aja ini misinya ini。カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか。Nah, gua pengen ini karakter ini. Karakter apa? Cici ini loh. Gua butuh skill elemennya buat ngeheal satu party. Jadi kalau Barbara kan ngeheal individual. Kalau ini langsung satu party. Seingat gua itu. Gua gak punya ini. Is he a zombie? Paimon, if we are going to talk about Wake, you... おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで彼女少し変わってないか？おでこに札があるし、まさかキョンシー。ふぼくろへようこそ、ナナだ。ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。だからキョンシー。Suk non chalan delivery for a bombshell revelation.
Do zombie also count as adepti? Dua aja lah. Mondo da to, konna no arienai yo na. それで、お嬢さん、ここに衛生口はあるか？処方箋は、処方箋は持ってきた？衛生口なら、処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば、薬、用意できる。これは、ナナが自分に下した直令。Why is he being so difficult? Orders. キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかし、なぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが、衛生口を用意してほしい。Okay. いいよ。あれ、急に協力的になったな。でも、ナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか？構わん。こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて、取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って、奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。ココココア、please and thank you. Hand the word with the witch Edward. She playing game with us.奇襲機。彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔、仙人が天光山の上に建てた土砲で、機関術の産物の一つだ。場所は天光古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため、外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。え？それだけ？うん。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。 Don't tell us if you remember anything else you don't remember. This is much to go on. まあいい。まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。オッケー、terus ke 200. Ada teleportnya? Oh, ada dekat.Look object this area. Ini kan objeknya. こんなに大きいのか。さすが仙人が残したものだな。でもどうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない。壊れているからな。え、
これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流階級の豆知識でなんとかしろよ。ん？俺を何だと？芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければ、この古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは、勝利はその原理を知ってるんだよな？少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。OK, ini nyari material buat memperbaiki itu di dalam kendela ini. Bihin situ. Doko ni? Lihat nih, banyak boxnya. Tapi nanti ajalah diambil. Oke, gua udah nemu. これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ？簡単だ。こうしてこうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ここはいない。ここにもいない。おい、何してんだ？これはこの大弓を直したのか？何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか？俺たちは宝刀団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に合わせてやれ。私欲のために千人の知恵を汚すとは。お前たちには教訓が必要なようだ。よっ、はちゃる。はい、
のわかりの悪い奴らだな。ふん。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。おう、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ？先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。 Preparing this was a complete waste of time。 もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不暴露に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の出方を伺おう。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。オッケー、バレラキー。おYep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!